どうしようすということで、今日なんですけども、フェンチン1から21年の秋冬セカンドですかね、2回目のデリバリーだと思いますが、届きましたね。 ご紹介しようかなと思います。今回アウター一型ポン入ってきました。こちらですね、まあ MA1 型のねブルゾンなんですが、これまたもうやってますねっていう感じの、一着でございます。めちゃくちゃオリジナリティあるね。3種類かな、3種類の素材が使われておりますね。まずは、まあ、ベースとなるこの黒の素材、これポリエステルのね、ちょっとこうふっくらとしたような生地なんですけど、まあ、パッと見ちょっとウールっぽくもあるんだけど、まあ、ちょっとこう、光沢感もあるような、はい、ポリエステルのベースの生地に、この左身頃ね、こっちがね、これフェイクレザーっぽいんですよね。で、ちょっとクロコダイルかな、これ。見てください。クロコっぽいんですよね。クロコっぽい、タッチはね、ほんとフェイクレザーみたいな感じの、ちょっとこうレザー調の素材。そして右袖が、ファー。これもフェイクファーなんですけど。みたいな。ちょっとこれアニマルっぽい感じの一着ですね。アニマル系な感じで。こっちは黒子、ね、こっちはまたちょっと何のけど熊わかんないけどみたいな、めちゃくちゃね、これ素材がまず 3種類あって、でね、まあまあいろいろこの辺もね、だから二重になってたりして、まあ非常にフェンチェンワンらしいようなね、ジップもこれ見てください、はい、一応ジップ2個ついてますからね、これねまあ一応こっちとこっちで締められなくもないんだけど、まあこれで締めるとちょっとおかしなことになりますから、あくまで多分この外側のジップってのはデザインだと思うんですけど、はい、ジップラインがね、もうこうバーンと平行して、はい、2本入ってますみたいな、はい、めちゃくちゃオリジナリティある、はい、一応入ってきましたので、ちょっと早速着ていこうかなと。はい、着てみました、どうでしょうか。はい、こんな感じです。最終的には少しサイズ、S サイズでお値段8万2000円でございます。こんな感じです。はい、すごいっしょ。これね、袖のボリュームがね、結構すごいですね。アームホールも太いし、袖がね、結構ボリューミー、両袖とも。で、なんだかこの右袖の方なんかね、ちょっとこのフェイクオファーなもんですから、毛足が長い分、よりちょっとこうボリューミーな感じに見えてね、袖がまず非常に、ボリューミーでポイントですかね。すごいよ。袖のボリュームがだいぶ重いですね。はい、で、サイジング、全体的なサイジングで言うと、まあ、ちょっとゆったりですね。フェンチェンの、はい、サイジングかなと思います。肩もちょっと落ちて、まあ、身幅も、まあ、広めでね。これすごくない？これね。このボリューム。だからもうこの右手とか、まあ、こっちもそうだけどね。本当に。なんかもうファージャケットくらいのボリュームがある感じですね。でね、内側にリブがあるんだけども、このリブを超えてこの袖がもうこう来てるっていう、ね、こういうイメージですね。え、おもろいっしょ。これは非常にユニークなね感じです。で、今前開けてるんですけど、前開けるとやっぱこのジップがね4本走ってますから、これバーバーとね、これはなかなか本当オリジナリティあるね、フェンチェンらしいアウターかなと思います。はい、で、まあ基本的にこれ MA1 ディテールというか MA1 をベースにしているので、まあ、襟元もね、ここは2個レイヤードされてますけど、はい、こういうような感じで、着用感もね、結構これはねボリューミーな感じ、あったかいね、あったかいわこれ、うん、結構あったかい、多分真冬でもいけちゃうんじゃないかなぐらいの、結構ねあったかいね、ボリュームのあるって感じです。これファーを合わせるっていうのはなんかよくね、袖ファーみたいな、袖だけファー、しかも上だけね、袖だけファーっていう、うん、このミックス感というか、うん、ハイブリッド感というかね、これはもうフェンチェンならではっていう感じの、非常にブランドらしい一着なのかなと思いますね。ね、よくね、まあ
すごいね、やってんねっていう感じです。だからなんか従来通りのこのレイヤードだったりとか切り替えのところにさらにこのちょっと素材感もね、今回結構コントラストある感じなんで、もう左右で全然印象が違うっていうね。この素材結構珍しくない？このちょっとカーキっぽい感じのクロコダイルみたいな、はい、非常にユニークな一着でございます。はい、そんな感じで概要欄にリンク貼っておきます。ぜひともチェックしていただきたいので、基本的に再入荷ございませんのでよろしくお願いします。はい、そんな感じです。では